はい、皆さんこんにちは、河村ゆきです。福耳レディオのお時間がやってまいりました。この番組は私河村ゆきが静岡を拠点に活動する電子音楽レーベル福耳レコーズから発信される音楽を紹介したり、私のユニットパグマルセンサーについて話したり、とにかくいろいろと音楽について好き勝手喋っていくラジオ番組となっております。はい、いやー、もうラジオ始めて1ヶ月は経ちました。まあぼちぼち聞いてくれてる人もまあいるみたいなんですけどね。まあはい。でもほとんどが知り合いとか友達とかだったりするのかな。いやー正直ね、新規のね、ファンというかね、リスナーに聞いてもらった方が、まあ、個人的には、まあ、嬉しいんですけど、まあ、長らくお世話になってる人たちのおかげで、まあ、僕は、まあ、こうやって活動できるわけなんで、まあ、感謝しておりますけど、まあ、とりあえず、まあね、あと2023年まであと11ヶ月ね、なるべくね、まあ、よほどのことがない限り、続けていきますんで、まあ、そこら辺はぜひともよろしくお願いします。はい、今回はまあ話すことといったらまあ特にない、あ、いやフリートークになってしまいますね。まあ需要があるのか分かんないですけど、とりあえず先月1月の私の近況報告をしたいなと思っております。1月は音楽仲間の子たち一人も会ってないっす。まあちょっと今コロナがね、コロナのバカが結構増えちゃってるんで、なかなかねちょっと人と会ったりとか外出たりするのもちょっとしにくい状況になっちゃったもんで、いやもういや本当会いたいんですけど、もうなかなかそういうわけにはいかないんで、ちょっと一時ちょっと自粛してるわけなんですけど、まあでも音楽仲間の子たちとはSNS の DM でとか LINE とか電話でやり取りは交わしてる人はまあ何人かいるわけなんで、音楽仲間だけじゃなくて僕の学生時代の友達とかも、あとお知り合いの方もね、まあ直接会っててはいないですけど、まあそういう、まあ、まあ文明の利器を使ってやり取りを交わしている人は何人かいるんですけどね、でもまあ寂しくはないです。だからまあ唯一話すとしたらまあ本職のまあ後輩みたいな、そんぐらいかな。やっぱ個人的にはやっぱね、人と会ってちょっといろいろコミュニケーションをしとって、まあなんかこういうことやれたらいいねとか、なんか今後こういう、まあこういう音楽性できたよねっていう話したいんだけどね、まあ仕方ない、目を見てね。だから先月は家にいる時間もまああったもんで、ほとんど曲作りに専念しました。で曲作り、そうだな、10曲ぐらい作ったんじゃないかな。なんで10曲ぐらい作ったのかって言いますと、近々公開されますアンビエントチルポップなミュージシャンというかレーベルかな、タヌタヌレコーズくんとコラボ動画出します。そのために10曲ぐらい作って、その中から8曲を公開します。前編と後編に分けて。去年も彼と一緒に一緒に動画作ったんですよ。僕は曲を提供して向こうがサムネイルとか曲のイメージに合った画像を作ったりとかして、でそれがそのタイトルがスペースチルミックス、宇宙のアンビエントエレクトロニカ集っていう、そう宇宙をテーマにしたBGM 集をお互い作ったんですよ。でその動画が軽くバズって再生回数2400回を迎えました。いやこれすごいことっすよ本当に。いやもう全然もう
もう本当に彼のチャンネルの登録者数は870万人だもんで、あ、違うわ違う、あの870万人いたらもう YouTuber としては一流だよなうん、ヒカキンとはじめ社長と肩を並べちゃうよ違う違う、うん、あの今現在870人ぐらい いるもんで、いやもう結構だからもうすごいすごいです、本当にもうあのロー地方でのしかも電子音楽というジャンルでもうこんなにもうフォロワーがいるということは、うん、だからもう1000人迎えたらもう祝いたい、うん、もう大いに祝いたいんで、はい、ぜひとも、はい、タンタンルレコーズよろしくお願いします。概要欄にあのリンク貼っておきますんで、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします僕の方からも。でそのタンタンレコーズからチャンネルでもう公開されてるのかな、コラボ動画を出します、第2弾で。タンタンレコーズの曲新曲もそうですし、あのパグマンセンサーの新曲も聞きます。去年よりもパワーアップしますよ、うん、あのむしろ振り幅が拡大されてて、はい、もう表現方法もそれぞれ研究してそれを音にしていってるという、まあ音楽作る身としてはまあ当たり前なことだけど、なかなかそれを形にするっていうことはちょっと難しかったりとかうまくいかなかったりすることがあるんですけど、まあなんとか形にできたんで、それをねあの皆さんリスナーに聞かせたい、はい、本当に我々もう2022年パワーアップした姿をもう聞かせますんで、ぜひともね動画が公開されたらチェックの方よろしくお願いします。とにかくそのコラボ動画、あの BGM 集なんですけど、 BGM なんでなるべく気持ちいい楽曲が詰まってますので、ぜひともねチルアウトできる内容になってますんでね、楽しみに待ってくれたらいいなと思っております。前編はタンタンレコードのチャンネル、後編はここの福見レコードのチャンネルで公開します。じゃあもう告知はもう今日はいいかさっき言ったから、まあとにかく私パグマルセンサーの新曲があのサンバースハイウェイスイピーアウェイが Spotify、Apple Music 等のストリーミングサービスで絶賛配信中です。ぜひ聴いてください。はい、 NSG さんの新作コンタクトもリリースされましたんで、こちらもチェックをよろしくお願いします。まあ5回目は、まあ、一応半分告知になってしまいましたけど、いや、まあ、まあこんな回もあっていいかうん、ちょっと楽しちゃったかなって思って、まあ、台本もあの普段はちゃんとしたの用意してますけど、今回はちょっと紙にただ殴り書きであの言いたい内容を書いてってそれを言ってるだけなのでうん、ちょっとフリーなスタイルでやってまいりました。もう次はちゃんとした内容を喋りますいや、なんかいろいろと音楽について喋っていきたいなって、なんか僕がなんか影響を受けたアーティストについて話したりとか、なんか僕音楽の聴き方とか、あと機材も紹介したいなと思ってうん、あと静岡の電子音楽ミュージシャンも、うん、紹介したい。そうだね、タンタンレコーズもそうだしとマルもそうだし、ウッドベルさんもそうだし、ユーリクもそうだし、まあいろいろまあ紹介したいね。まあこの番組はあの毎週水曜の夜8時更新予定となっております。あのもしよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、以上、パグマルセンサーの河村ゆきでした。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週。